ホースメッセ行ってきましたね。ホースメッセ行ってきましたよ。ゆ、はい、さんが土曜日土曜日。何,何日だ ?10 日じゃないそうですね、10日土曜日。はい、僕が月曜日の12日ですね。行ってきたんですけども。はい、どうでしたかえー、人めっちゃおると思って。ね、<laughs> まずね。<laughs> まあ、とにかくすごい人でした。<laughs> そうですね。えー、ずっと、あのー、バジ公演が回収中だったじゃないですか、オリンピックの後。まあ、オリンピックの前からさ、回収工事始まって、結局オリンピック期間中入れず、うん、で、オリンピックが終わって、リニューアルオープンして、うん、で、初めて行ったんですけど、やっぱ設備がね、すごく良かったですね。綺麗でしたね。綺麗でした。真っ白な場場でね。はい。まあ 一面、あの、ゴムの敷かれた旧車ああ、そうですね。うん。真ね、うるさくないやつね。うん。ナさんともあったし、その、ホーステーピングさんとかさ、あと、ハイライフさんとか、ほんとに。ああ、そうだね。全員いるってのは、なんか、それぞれ別々でさ、やったことあったけど、そうだね。みんないるっていうのはなかなかなくて、それが初めてだったりして、楽しかったなって。そうですね。思いますけどね。たくさん人に会えて。 楽しかまあ会場でもあの多くの人にねいつも見てますみたいねはいありがとうございました声をかけてくださった皆様ありがたい話です入場は無料でいろんなバグ屋さんだったりのブース入れるようになってましたけど有料のセミナーもあったじゃないですかはい私はホーステーピングと宮田さんのホースクリーン車の宮田さんの報酬と持田さんのショーを見ましたホースショーうんどうですかねそれぞれ えっと、実馬を使った講習ということで。うん、あそうですね。この、このホースメッセは、その実馬を使った講習ってことね。そうですね。売りにしてましたね。はい、してましたね。はい。青野さんの時は、このテープを実際に馬に貼るのを実演と、あとは参加者の人にやってもらうっていう形で、インドアリーナの馬場の中で、と見る人も馬の隣に立って、いるっていう形だったんですね。で、まあ、本当に、 あの、ホースメッセ全体の中での一発目の講習会だったんですよ。はい,はい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 。でそこで、あ実話の講習会っていうのは、すごい良い,いところももちろんたっくさんあるんだけど、難しさも見えて、あまあだろうね。そう。だから、うん、そこは今後の、まあ私たちのイベントをやっていく上での、うん、すごく参考にもなったし、うん、まあ私個人的には興味深いところでありましたね。はい、まあ自分のね、馬じゃないしね。ね、それ用の馬でもないし。そう。その中で、 まあもちろん出,出演者によってはさ、自分の持ってきてるところもあったけど、うん、そうだねだみ。みんながみんなそうじゃないし、うん、普段からみんなの前でテーピングされるのにならされてる馬でもないわけだから、そう。で、あとあううや、やるのはね、難しいところもあるだろうなっていうう思うんですけどそうそう。馬と一緒に来たっていう方は大体こう乗ったりとかパフォーマンスをするような馬たちなので、なんなら私動いている馬の方が精神的には楽なんじゃないかなって思うの。たくさんの人がいる中でじっと立てる馬ってさ、すごく少ないよね。 まあ、そうっすね。うん、まあ、精神的にも。まあ僕、ホースボールさんの、うん。アンドさんの手入れ講習会行ったんすうん。行ったんですけど、その馬は手入れされてる間めっちゃおとなしかった。ああ、すごいじゃん。すごいとも知らなかったです、ね。<laughs> まあなんからそういう馬っていうのはすごく少ないなと思ったし、実際にあの人の数で、はい 練習をするということも難しいじゃない、うん、もちろんリハーサルとかもやったと思うんですけど、うん、あんなに。あ,あ、そっか、あの、あれか。ホースティーピングの方はみんな馬場にいるからか。そうそうそう。それもあるね、僕、ホースボールの時はおとなしかったけど、僕ら観客席だったから。そうそうそう。それもあったかもしれないね。 で、宮田さんの講習会も、コースメッセの案内を見ると、お立ち目になりますっていうような、馬場の中で立ってみるみたいな感じの表記だったんですけど、実際に始まると、観客席にあの変更になってたんですね。うん、なので、そう。で、やっぱり青野さん自身もやってて、できてはいたんですけど、うん、やっぱり馬も少しちょっとカリカリしてるかなっていうところはあったので、うんうん、そこは、 あの、馬のコンディションで変更したのかなっていうところは見えました。もちろんね、ね最初だから本当に分からなかったところだと思います。<laughs> 本当に大変だと思います、運営の方も。う,、うん、う大変です。だからまあ安全を期しての多分変更だったと思うんですけど、いやー、だから、うん、勉強になった。<laughs> <laughs> 完全にあれですね、その自分がやるとき目線ですそうだね。<laughs> イベントを主催するようになると、その苦労が、 よく見えるというかう、あ、ここ大変なんだろうなっていうのは結構ね、わかりますよね。はい。はい、まだ、あ、講習の内容自体テーピング。ど、どんな音したんですかま、基本的な、まあ、背中に貼るっていうことをまずメインでやってたんですけど、そうだね、結構割とすぐに参加者の方に貼ってもらって、で、実際に,に。 うん、馬に貼ってもらって、うん、で、その後青野さんが貼ったりして、そのテープの長さが違うことで、今のは結構引っ張りすぎて貼っていましたねとか、そこからこうテープの実際の貼り方とか効果とかのアプローチの話をするというような感じで。うん、結構でも皆さんバンバン馬に貼ってましたね。本当に初めてテープを触りましたみたいな人もテープにこう触れて、馬に貼ってみたいな感じで、うん、結構、あの、面白かったですよ。 実際に参加者が動く感じの講習会でした。そうですね。やっぱり興味がある人が来ているなっていう感じだったので、質問とかでも実際に馬のこう首が気になるんですけど、どういう風に貼ったらいいですかとか、その貼り方とかを質問してる方が多かったかなっていう感じです。盛り上がって。うん。で、その次が宮田さんの講習会だったんですけど、宮田さんの講習はね、私以前、 あの、大阪でも受けたんですけど、とても難しいです。やってることが。う,うん。レベルが高い。結構抽象的な表現が多いですね。<ー>なので、その大阪で講習会受けた時は、実際に馬触っているところを、矢田さんが馬触っているところを見たいなって思ったんです、はいはいはい。実際見たんじゃないそうそう、<回>実際に見て、 あ、こういうことかっていうのも、ちょっと分かりました。でも自分でそれができるかって言われたら分からない。<laughs> <ー>でも、そう、やってみたいなと思った。はい、そう。で、宮田さんの経歴見ると、あの、看護師をやってた過去だったりとか、あと合気道もやってたっていうことだったんで、なんかね、そういうテクニックを馬に対して使うんですよ、ね。うん、合気道的な感じで、はいはい、その指、 一本でこう触った時と二本で触った時みたいなそういうこう皮膚の感覚だったりとかそういうところをすごく大事にしてらっしゃる方なのでそのテクニック を馬に使うっていう概念、私は今までなかったから、すごく、その入りは難しかったです。うん、でももっと知りたいなと今でもずっと思ってる。だからもっともっとこれからも、その宮田さんの講習会っていうのは受けたいなっていう。あ、うん、追っかけたい。<laughs> うん、気になりますよ、<laughs> あ<ー>すごく。うん。この、全く新しいテクニックについてもっと知りたいっていうところではあります。うん。あともう一個。あ、ホースショー。 持田,さんも持田さんの方式ね、とっても可愛かったです。持田さんがあ、持田さん <laughs> 違う。<laughs> 持田さんの馬が。はい、まずは、スタッフの方が、ショーをする。はいはい、どのような合図で一緒に走ってもらったりとか、バックしてもらったりとか、ちょっと遠くから指示を送ってもバックしてくれるよ。前進してくれるよとか、デモンストレーションですね。やってくれて、うんで、その後に持田さんが出てきて、 状況をどのようにしているかみたいな、あの、説明だったんですけど、それはすごく参考になりましたね。かったです。そうそう。やってみたいと思いました。馬が隣について歩くっていうのはどういうことで、どのようなことをしたら馬が一緒に歩いてくれるのか。はい。とか、全然馬普段触ってない人でも見てて、楽しいようなショーだったな、というふうに思います。どうでしたかやらっし僕はそうですね。僕ね、あの、佐藤健樹さんのスキルアップセミナーみたいな。 うん、障害ですね、メインが。うん、が、まず、朝一であって、それがね、なんか、テレビが来てて。すごいね。<laughs> テレビで、ちょっとその、障害飛んでるシーン撮ります、みたいな。うん、セミナー始まるちょっと前の時間に、障害飛んでるシーン撮るんで、って。で、佐藤健輝さんが、この、あ、じゃあ、こうこ、こうこ、こ飛ぶんで、って。これでも収録ですよね、って。あ、これ生です、って。<laughs> <笑><笑>あ、そうなのみたいな話になって。<laughs> 緊張しちゃうね、生放送。で、それで、あの、3 2, だ、2、1、九が、9出しがあって、<laughs> うん、ここ、バジ公園で、ここ今日、この3連休で、今でも間に合うみたいな、イベントありますよ、みたいなので紹介されてて、それでは、障害飛んでみたいと思いますって言って、さっと、障害飛んでもらって。<laughs> うん。かっこいいですね。ちゃんと一発で。はい、一発で決めて。さすがですね。 で、取材陣はそのままこう、うん、ありがとうございました。それでは外の方に行ってみましょうってそのまま流れるように、あの、ババアを出てきました、ね。あーすごいそうそう。で、それから始まりました。<laughs> ええー。その後帝国になったので、セミナーが始まったんですけど。ううね、なるほど。あの、すごくね、実用的というか、うん、基本が大事だなってやっぱり思わせてくれるような内容だったなというふうに思いますね。そう、障害が組んであったんだけど、その障害も、 あの左右対称に組んであって、うん、真ん中に2つ直線でラインが組んでたりとか、あと両サイドに斜めに向いてたりとかって言って、うん、あの、ルチアナ・デニスってポルトガル代表の選手がいるんだけど、その、その人のやってるあのバタフライメソッド。メソッド。バタフライメソッドでよかったっけエクササイズだっけわかんない。システムだったっけ、うん、バタフライシステムみたいなのがあるんですよ。はい。それなんですよ。うんうん、で、左右対称にカーブとかも、 込みの、で、狭い中にちょっとキュって置くんだよね。で、それを紹介してくれて。なるほど。それがすごい良かったなって。実際には、だって、あの、屋内ババは結構広くて。広いよね。70×30 かなもうちょっとあるかな多分。それぐらいあるんですよ。その講習会はもうババア全面使う感じう、全面。全面、あ、全面なんだけど、全面の中に、実際、その、一般的にこれぐらいの運動、 のババはあるよね、みたいな、うん、サイズを、ババの中にちっちゃく枠で、<ー>こう50メートル ×20 ぐらいのところにポール置いてあって、うん、で、ここまですっごくいい設備、ね、日本一レベルの設備だから、そこは、うん、そういうのじゃなくてもできるような、<ー>その練習方法を紹介するってことで,<ー>で、バタフライシステムは狭いところでもできるわけだから、うん、むしろ狭い中で回転をね、っていう練習だから、うん、そういうのを紹介してくれて、うん で、例えば、その、馬の、そのリズムのいい動きっていうのがどういうことなのかとか、馬が動いてるっていうのはどれぐらいのことを言うのかとかで、ね、僕だったらもうここまでやりますって言って、うん、実際、ファッとこう、馬を加速させて、結構大きな動きになるまでやって、うん、結構早く、早いとこまでいくなとか、うん、でその後収縮させてとか、うん、ずっとあの、乗りながらマイクついてるから、うん、今、馬、こういうリアクションだったので、もうちょっとこれ、これやりますとか、ね、リアルタイムで解説しながら、うん、生涯も飛んで、 で、障害を覚える練習みたいなのもう言ってて、その日にその組んでやる障害あるじゃん。もうお題みたいに出してもらうんだって。1番がこれで、2番がこれで。でその場で即興で飛ぶとか。あ、誰かが決めたコースをそうそう、その場で言ってもらって。で、実際にあの、いつもさ、あの、うん、引退競争場であの、熱が入るアナウンサーの人いるじゃん。はいはいはい。あの人が、うん、あの放送席にいたから、はいはい、その人にその場でお題出してもらって<ー>う。てあ、面白い。じゃあ1番がこれで、2番がこれでって,って決めて、ちゃんとそれの通りに飛んで、 ああ、そう。みたいな。障害のコースね、覚えるの、なんか、難しいよね。あんまり苦労した覚えがない。すけど私はね、<laughs> あれなのよ。この障害抜けたら、どうしても、なんかこう、体が右に行きたくなっちゃうな、みたいな、なんかそういうのがあるから、どうしてもその次左だったとしても、なんか右に行きたくなっちゃうとか。と分からない。分かる人いるよね、はい、きっと。<laughs> まあでも、それで解説しながら飛んでたので、はい。すごいいいもでしたね。 佐藤選手も、だから、前日に初めてその馬乗ったって言ったから。へえ。すご。明治大学はいつの馬かな。でも、5歳かなんかの引退競争馬出てたけど、めっちゃ体格良かったね。で、それで、見れて良かった。で、結構質問も募集されてて。僕らみんな観客席ですけど、観客席から言われて。割とあの、ジュニアの子が多かったかな。質問してる子は。そうですよね。こう、こう、こうなんですけど、どうしたらいいですかとか。 いうのに対して、しっかり答えてくれて、すごく面白かったなっていうふうに思いますね。うん、で、気になったのはさ、結構さ、ババアさ、あれ硬くないのかなと思って、足音が結構た<ー>高くて、大きくて、だ,ね、だから、まあ結構ね、いろんなものを混ざっているババアだと思うんだけど、うん、結構こう、あの、硬そうなババアだなと思ってたんだけど、どな,んなんか素材がいいのかわかんないけどね。 私、上歩いたけど、確かに、そう、ふかふかはしてない。その足が全然沈まないなっていう感じはした。で、靴も全然びっくりするぐらい汚れなくて、ババ入るからさ、ちょっと汚くなるかなって思ったんだけど、全然汚れなかったけど、まあでも、ね、いい素材なのかもしれないけション性はね、あババに関しては、あの、一番表面の素材だけじゃなくて、その下の層、さらにその下の層、さらにその下の方が何になってるかでも違うので、一概に上がどうたらっていうわけじゃないけど、音が、 強かったので。そうだね。でも素材的にはこの、なんていうのフェルトみたいなね。そうそう、フェルトみたいな、その繊維の四角いさ、生地みたいなのがさ、いっぱい入ってて。そう、なんかね、私最初にババ入った時に水分調節すごい気をつけてるので、飲み物を飲まないでくださいって。あの、物を落とさない、そう、物を落とさないこと、飲み物を飲まないことって言われました。だから、徹底してる、してますね、かなり。なるほど。うん、品質感に。はい。 大変なんですね。大変ですね。<laughs> まあ、馬場が一番大変だか、ね、そう。はい。はい。<laughs> もうそんな感じで、障害のやつでした、ね。はい。で、その次がその次が、ホースボールさん、ナベさん。うん<ー>。はい、この二人のタックは、どういう感じの、なんか半分半分 時全うん前半後半みたいな。だからホースボールやってホースボールで結構馬汗かいて汗かいた馬を鍋さんが洗うっていう感そうなんだ。洗うの洗うっていうか。あれ水こぼしてたよ。おられるじゃないの大丈夫まあびちゃびちゃこぼしちゃってんだけど結局その馬を手入れしてる過程で。まあなんかこうスポンジとかで。そうそうそう。多少はこぼれたかもしんないよっていうだけなんだけど。そういう話があったとは知らなかった。ああそうだよね。そうなんだ。今 ただそのフォースボールさんはあの3頭来たかな。うん、であの西島さんを筆頭に入ってきて、はい、で中にゴールを持ち込んで実際に選手間でパスして、はい、その後ゴール決めたりとか、うん、あとはあの地面に落ちてるボールファッて拾うみたいな,なああいいねそうそうかっこいい、ね。それもやったりとか。 女性のあの司会者の人がいるんですけど。はいはい、で、もう一人はそのコースボール側からこ解説してくれる男性の方いたんですけど。はい、これがまあイケメンで。え <laughs> この人アナウンサーみたいな。知ってる人多分、直接は知らないけど多分フォロワーにはいたような気がするんだけど。えら <laughs> いイケメンがいて。声も良くて。喋りも上手いから。まあそういう人がいて。はい。あ,あれ、 あれ、いい広報か。ですか。あ、本当ですか広報の人って感じがうちにも一度いい人材い出ていただいて。ホースボールまたやりたいですけどね。いや、私もさ、あの、生で見たことないし。ああ、そっかそっかそっか。行きたいですね。ホースボール、脇腹バキバキになりますからね。馬乗って、使ったことのないところを使う。馬で、普通に馬乗って疲れないところが疲れる。結構、本当馬のスピードと上半身の力で投げるから。 私、あの、落ちてるボール拾うやつ一回やったみたいな、無理かもしれんけど。どっちやってんの <laughs> <laughs> でもやってみたいな。止まってるまでやるわ。<laughs> 頑張ってください。はい。<laughs> でね、あの、面白かったのがね、観客席の、にいる人から、ボールを投げて、うん、それを選手がキャッチ、<ー>パスキャッチしてくれる。なるほどね。 順番に順番にやってって楽しい楽しい西島さんはそこで僕がやることに気づいたんですけどあそうなんだ僕もやりまして楽しかったですけどああいうのいいなと思ってねみんなと交流できるのいいです最後はもうお客さんからパスをもらってそのままシュート決めるみたいなおいかっこいい西島さん一発でいけますからすごいかっこいいですねでそれが半分の時間でもう半分の時間が鍋さんがその後 やってきて、その、ホースボレ使ってた馬。あれ、多分、俺が、あれじゃない動画で乗った馬じゃないか。10本じゃないかなって思うんだけど、多分その子が、鍋さんが、手入れして、その場でバスを解いて、手入れします、みたいな感じ。なかなかこんなところでしまい、しないですけども、それはそれ、70メートル、30メートルオーバーの馬場の真ん中で手入れを始めてた。そうですね。まずこの汚れを取って、どういう順番でやるか。まあ特に冬場の手入れとか。はいはい。その司会の女性の方、 そのだ段川崎競馬で休む員やってらっしゃる方なんでそれで鍋さんにそのポイントを聞いたりとかあとはそのトレセンで実際にこの時期とかどういう定理するんですかとかって「毛刈りとかしてますか?」って「毛刈りはあんまりトレセンではしないですけどね」みたいな「冬毛が伸びやすい馬とか伸びにくい馬とかいますよね」っていう話とかで,でも面白かったなっていうふうに。 そうそう。なかなか、コアな話でしたけど,どね。えー、確かにそうだなって,って面白かったですし。あと最後、一番最後、その、水拭きみたいなのをして、汗の後を逃がして、で、タオルで拭き取って、とか。うん、で、最後に、本当はもうちょっと乾いてからるんですけど、最後ブラシしますって時に、ブラシをね、一回一回、さって、馬体を、さってやった後に、反対側のプラスチックブラシで、シャッってやって、<ー>で、ブラシで体やって、で、間で、またプラスチックブラシで、シャッってやるのを、もうね、流れるように、 ブラシ、プラスチック、ブラシ、プラスチックみたいな感じで、シャッ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 みたいな。なるほど。間でかますんですよ。その手つきがね、もうちょっとなんか、プロですね。あなるほど。非常に滑らか。もう、なんていうの、ブラシを、ちゃっちゃッとかけ続けるわけじゃないんだ。そうそうそう。ブラシでかけて、ブラシになんかついてるから。うん。それをプラスチックブラスでシャッとやってから、ブラシまたやるみたいなのを流れるようにやっていくんね。あの手つきはね。 あれは真似しなきゃいけない。な,なるほど。思いましたね。あとは藤沢先生のやつ。うん。鍋さん藤沢,藤沢先生。藤沢先生なかなかこのイベントに出るイメージなかったですけど。そうなんですか、ね、講演会の、講演会をやってるイメージもそこまでないんですけど。ま、今回鍋さんのあの、一般社団法人があるじゃないですか。はいはい。ハッピーホースクリエイターズ。 はい、こ,れこれのまあ理念に協力、賛同していただくっていう形で、それで藤井さん先生がっていう話なんですけど、えー、まあ一番最初にその鍋さんがこの法人のこの目的とかどういうのをやっていくかっていうのをやって、うん、でそこからあの藤井さん先生に話してもらうっていう感じで。うん 現役時代のその競争場のそのエピソードだったりとか。うんうん、で、質問コーナーも結構あってですね。うん、でもね、人もね、結構入って180、200人弱ぐらいかな。そうだよね。入ってたと思うんだけど。競馬が好きな方はね。うん、まあ本当にあの、乗馬とかやってなくて来たんじゃないかなっていう方も結構多くて。うん。そういう意味では。午前中とは客層が違ったなっていうふうに思ったけどねそうだよね。まあ生藤沢先生も初めて。 見ましたし、貴重なお話聞くことができて、なんかあの、ナさんの多分チャンネルかなで、一部、ダイジェスト版見れるのかななんかそんな感じだったと思う。なるほど。ナさんのあれかもしれない。法人の方の会員だと見れるかも。ちょっとどっちか、全部は見れないらしいですけど、部分的には見れるそうなんで、ぜひそちらもっていう感じです。まあそんな感じで、講習会はすごく楽しめましたね。ね。 結構ジャンルも広いくて、あの、うん、いろんなセミナー、あの、予定されてましたけど。うん、競馬から、乗馬から。<う>あの、まあ、行ってない日曜日なんかさ、うん、バババ術の観戦の。そうだね。あったりとか、うん。外でのイベントもあったりとか。だしそうそう障害飛んでるの見れるとか。あと、あ,っっね、あれ、持田さんのコースショーの前には、えっ、ー、と、ヤブサメの人たちが出てきてパフォーマンスを見せてくれたりとか、うん、なんか、馬に関する、 本当にいろんな人たちが集まったなっていう感じでしたね。うん,う,んうん。うねうん、旧車エリアのその出店の方も、そのアパレルもあるし、バグヤムさんもいるし、あとエサス屋さんとかも来てたし、ね、まあホーステーピングさんもそうだし、あとあれ、ティリーさんもね、いらっしゃいましたし。そうだね。あとは馬雑貨とか、馬のフィギュアを作るよとか、あとは馬の看板屋やってるよとか、塗装やってるよとか、ただ馬に関すること何でも、みたいな、面白かったですね。 来てる方が、はい、無法スメッシュ目的で来た方、もちろんたくさんいたんだけど、 なんかこう全然普段馬は触ってないだろうなっていう感じの普通のこの地元の方たちが来ているなっていう感じがしました。あねはい、まあ馬ジ公園ね場所もあれ場所なんで、うん、結構その散歩コースというか、うん、あの別に何かイベントがなくても中を通ってって、うん、お散歩のコースに使ってる人もいるので、うん、全然その他の競技会場ってやっぱり馬やってる人でそれを狙っていかないと乗馬の施設行かないと思うんですけど馬、うん、ジ公園の場合は本当にフラッと馬と関係なく うん、寄るるるここことととが多いいのののでで、ね、歩いててお客さんん会話とかかもあここここは馬の道具売っだそうそう。馬に、また、それで、あの、興味を持つ人が増えていくような、そういうイベントだなとも思いました。ね、そう、ね、まあ、子供向けの体験乗馬もあったりとか。そうだね。タフィー君来てた、ねあ。タフィー君と。僕の時はキティちゃんもいましたね。うん、はいはいはい。キティちゃんめっちゃ人並んでました。<laughs> 写真、写真撮る。キティちゃんすごいなまあ、またね、いろんな、あの、方と、飯交換して、 いろんな人紹介繋いでもらったりしたので、はい。またこの輪を広げていけたらなというふうに思ってますので。はい、はい。で、一部撮影したものはブログにね、アップしたいとか、思います。なるほど。ちょっと、はい、のあの、たくさん人とも話して取材もさせていただいたので。はいはい、えっ、ー、と、楽しかったねって話ですね <laughs>、うん。楽しかった。刺激になりましたよ。もっと動画作り頑張ろうと思いました。<laughs> 頑張んなきゃいけないですね。 はい。ということで、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。したもし、このトークが面白かった、ホースメッセージ、えっと。次は26年ですね。<laughs> ああ。じゃあ、2026年のホースメッセージ、行きたいと思ったらね、ぜひ、いいね、いいねお願いします。今回から、一口サポーターの皆様のお名前を、 エンドロールでご紹介させていただくことになりました。はい。まあ、普段からね、あの、シャムロック乗馬クラブ、シャムロック乗馬 TV はもう本当、一口サポーターの皆様に支えられておりますので、皆さんのおかげで成り立ってますよっていうのをやっぱり、ちゃんと言っていかなきゃいかんとい。はい。そうですね。そういう感じでですね、はい、はい。名前を紹介していこうという感じです。はい。日頃からサポートいただき本当にありがとうございます。はい、もう本当やってきませんから。 はい。<laughs> 切実です。本当に、どこ行ってもですね、う,すねうまくやってんでしょうみたいなこと言われるんですけど、全然そんなことないので、ずっとやばい状況なので、うん、末永くこの、ジョーバクラブ、シャムロックジョーバ TV と続けていくためにもですね、えー、シャムロック一口サポーターどうぞよろしくお願いします,す。よろしくお願いします。 で、すで、はい、にシャムロックひそひサポーターに入ってる方。はい。でですね、はい、この名前紹介するの初めて知ったよって方。うん、今見たよっていう方、はい今。今知ったよって方は、サポーター専用ページですね。はい、うん。そちらのブログ記事の方に説明が書いてあるので、はい、そちらの方からエンドロールに載せる名前のね、 設定とか記入していただくフォームがあるので、そちらから設定をお願いします。はい。私たちも一口サポーターの皆さんのニックネームを楽しく見させていただいております。そうですね、はいあの。癖があっていいです、ね。いいですね。はい。非常に好きです。はい。<laughs> <laughs> そして、この時間で、 一口サポーターというシステムを初めて知ったよという方、はい、少し説明すると、シャムロック乗馬クラブの活動をサポートしていただくっていうものになるんですけども、そうですね。もう皆様のご支援のおかげで私たちやっていければ、やっていくことができますから、はい、今後もあの、YouTube の動画はずっと無料で公開し続けていきたいと思っていますので、はい、ぜひご賛同いただける方はですね、シャムロック一口サポーターになっていただけたらいいなというふうに思っています。はい。いろいろあの、 特典もね、特典動画だったりとか、レッスン料金だったりとか、はい。ろいろあるんですけど、まあそちらはまたホームページの方にありますので、はい、はい。そちらをご覧頂ければというふうに思います。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあねー。